はい、こんにちは、レトスノーロです。今回なんですけれども、取消し権の期間制限、取消権の消滅事項と言っても大丈夫です。これについて解説させていただきます。これは民法126条の内容となります。まず、条文から読みます。取消権は、追認をすることができる時から、5年間行使しない時、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過した時も同様とする。まあ、このように規定しているんですね。で、まあ、大きく分けて2つありますね。追認をすることができる時から5年間取消権を行使しない時、取消権は時効によって消滅するよ。また、行為の時から20年経過した時も同様に時効によって消滅するよと。まあ、いう2つの内容がここで規定されています。で、まずポイントなんですけれども、追認をすることができる時、これが起算点だということなんですね。この時から5年間取消権を行使しない時に取消権は消滅しちゃうよ。つまりその後取消することができないよって言ってるんですよ。じゃあこの追認をすることができる時っていつなのかという話ですよね。これ例えば脅迫を考えます。脅迫。これ前回の動画でもお伝えしたかもしれないんですけども、例えば相手方が私を脅迫して私は土地をその人に売ってしまった。この場合を考えると、追認をすることができる時っていつかというと、脅迫が終わった時なんですね。つまり契約の時、私が売却する時はもちろん脅迫を受けて売却しているわけなので、脅迫受けてますよね。で、その後もまだ脅迫を受け続けていたという状況であれば、これはまだ追認をすることができる時に来てないんですよね。だからこの期間はまだ開始し始めてないという話なんです。ちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、脅迫を受けて売却しますよね。で、その後ずーっとまだ脅迫を受け続けていました。で、相手方からの脅迫が終わりました。ここから5年間取消権を行使しないと、つまり取消しさせてくださいって言わないと、これ以降取消しすることができなくなるよっていう内容なんですよね。取消権が時効によって消滅するっていうのは、ここから取消しすることができなくなるという意味です。まずこれ OK ですよね。で、続いて、行為の時から20年を経過した時も同様とする。つまり、行為の時から20年を経過した時も取消権は時効によって消滅するよって言ってるんですね。じゃあ、この行為の時って何かというと、今の事例で言ったら、私が売却の意思表示をした時です。つまり、ここですね、売却した時。ここから20年間経過した時も同様に、こっから取消権は消滅しちゃうよっていう話なんです。じゃあこれどっちが採用されるのって話になってきますよね。これは早い方が採用されるんですよ。どちらか一方でも到来してしまうと、取消権は時効によって消滅するので、この図で言うと、こっちのが先ですよね。なんでもうこの時点からもう取消しすることができなくなっちゃうっていう話なんです。逆の場合もあります。例えば、この脅迫が終わるのが、もうこの辺だったと。売却の時から19年経過した。この時に初めて脅迫が終わった。もう19年間ずっと脅迫し続けられていた。というのであれば、ここで脅迫が終了するわけですね。で、ここから5年間ですよね。ってことは、取消しできなくなるのは、このあたりから取消しできなくなるって話なんですけれども、こっちのが先到来するじゃないですか、その場合は。ということは、こっちが採用されて、売却した時からこう20年経過してしまうと、これ取消しできなくなっちゃうよ。っていう内容となっております。で、今回は脅迫について具体例出したんですけども、もう一つ重要な具体例ありますんで、この点については個別指導で解説させていただきます。もう一つの具体例が頭に思い浮かばないっていう方は、ぜひ個別指導をご検討ください。こういった関連ポイントも一緒に頭に入れていくことで、効率的に勉強できます。短期間で実力を上げていただくこと可能なんで、ぜひご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。